ポンタス・アンデシュ、ミカエル・ウェルンブロームは、スウェーデン・クングエルブ出身のサッカー選手。ポック所属。ポジションは MF。イフック・ヨーテボリでのポントゥス地元の相手、コンガ・ヘッラーを経て、2004年からイフック・ヨーテボリのユースチームに所属し、2005年にトップチームに昇格。 同シーズン終了後にホーカンミルドが引退したため、翌2006年シーズンの開幕戦を先発で迎えたが、シーズン中に監督が交代すると新監督の下で、チームのプレースタイル変更がなされたことで居場所を確保するのに苦労した。その後、2007年夏にストライカーのマルクスベリーが FC フロー人間へ去ったことに伴い、FW へポジション変更したことで、 再び先発の座をつかみ、ニクラス・アレクサンデ・ショーン、ヨナス・オレルステッド、ステファン・サレコビッチらと共に、リーグ優勝に貢献。一方で、国内カップ戦には、決勝戦まで進出したものの、セザル・サンチン、パトリック・インゲルステンの得点により、カルマル FF に0から3で敗れ惜しくも2冠達成とは、いかなかった。2008年シーズンも、同様に FW で起用され、 昨季よりに得点、多い派得点を決めるも、カルマル FF とイフエルフスボリに次ぐ3位に終わった。しかし、再び、カルマル FF との対戦となった、国内カップ戦決勝では、PK 戦の末に下しタイトルを獲得。また、この PK 戦では、ペッテルバストが守るゴールに、ウェルンブロームが勝利を決定する最後の PK を、決めている。 翌2009年シーズンはトップ下へポジションを変更すると夏の中断期間までの間に5得点を挙げクラブ内でサレコビッチ、トビアス・ヒセンに次ぐ得点源となっていた2009年4月エールディビジ王者の A.G. アルクマールと4年契約を締結遺跡金3000万スウェーデンクローナであり1年間の契約延長が取り付けられていた シーズン序盤は、怪我が原因で主に控えだったで出番はなかったものの、12月に、ディック・アドフォカート監督が、新たに就任すると先発に名を連ねることが増えていき、加入1シーズン目は、最終的に23試合に出場し、UEFA ヨーロッパリーグ2010から11予選、出場権獲得となる5位でシーズンを終えることに、貢献した。また、 同シーズンでは2009年8月2日の FC フロー人間ンン戦でリーグ戦初出場を果たし、2010年2月21日の BBB フェンロ戦でリーグ戦初得点を記録した。2010年夏にアドフォカート監督がロシア代表監督に就任したことにより、ヘルトヤン・フェルベーク監督を新たに迎えた2010から11シーズンは、 フェルベイク監督の下で、マールテン、マルテンス、ヨーハンベルク・グズムンドソン、そして、同胞のラスムス・エルムと共に中盤を形成し主に、右の中盤中央で起用されていくことになる。カザフスタン一部の FC ヤクトベとの UEFA、ヨーロッパリーグ2010から11プレイオフで2試合共に、得点を挙げ、本大会進出に貢献するも、 グループリーグで敗退し、早々に姿を消した。一方リーグ戦では、最初の5試合で、勝ち点わずか3と苦しい序盤となったが、その後のチームは前半戦の最後の試合を落とした、のみと躍進。後半戦はたびたび試合を落としながらも上位に、踏みとどまり、最終的にシーズンを4位で終え、再び UEFA ヨーロッパリーグ予選出場権を獲得した。 2011から12シーズンは、リーグ戦で4得点、UEFA ヨーロッパリーグ2011から12、予選では4試合2得点と両手掘り時代を思わせる、得点力を見せ、また、本戦のグループリーグでも2得点を挙げた。チームとしてはわずか1勝だったものの5試合引き分けと、無敗でグループリーグを突破している。2012年1月7日、 ロシアプレミアリーグの PFC チェスカモスクワへの移籍が合意に達したと報道され、1月10日に代理人が署名をしたと発表。1月19日、公式サイトで正式に発表され4年半の契約で移籍した。移籍金はトランスフェルマークとデニオルと300万ユーロで、冬の中断期間中に行われていたスペイン合宿に参加をした。 2012年2月21日、UEFA チャンピオンズリーグ2011から12、ベスト16のレアルマドリード戦で移籍後初出場。同試合は28分に、クリスティアーノ・ロナウドに得点を決められ、そのまま終わるかに思われたが、後半48分に、アレクセイ・ベレズツキーによるヘディングからのパスを右足で、 ボレーシュートで得点を決め、第2戦に望みをつなぐ活躍を見せた。3月上旬に、リーグ戦初出場し、シーズン終了時にはレギュラーをつかみ成功したが、チームとしては、最終節戦の FC ルビンカ山戦に敗れ、さらにスパルタクモスクワが、ロコモティフモスクワを下したことで3位に終わり、UEFA チャンピオンズリーグ2012から13、出場権を逃した。 2018年8月16日、ポックへ3年契約で、フリー移籍。2006年5月、トミー・セデベリ監督とヨルゲン・ランナルトソン監督の、元で、U、U-21 代表に初招集され、デビュー戦となった24日の U-21、ポーランド戦では、ペッテル、アンデション、ビョルン・ルンストレーム、オスカル・ベントラと共にプレイし、初得点にして、 先制点を挙げた。その後も、中心選手として、出場を重ねていくと、UEFAU-21 欧州選手権2009のメンバーに選出され、PK 戦の末に敗退することになる U-21 イングランドとの準決勝まで駒を進めた。U-21 代表での活躍から2007年1月の南米ツアーへ向けて、 ラーシュラー・アゲルベック監督率いる A 代表に初招集され1月18日のエクアドル代表戦で初出場を果たした2010年9月3日に行われた UEFA ユーロ2012予選のハンガリーとの初戦では代表初得点を含む2得点を上げ勝利に導いた2011年10月の最終節のオランダ戦では 途中出場だったものの、全勝と圧倒的な強さを誇っていた相手に、初黒星をつける快挙、そして全予選グループで最も成績が良い2位チームとなったことで、プレイオフを経ず、本大会進出が決定した瞬間を、ピッチ上で味わった。ありがとうございます。